王教祖は元松から民発の軍人、巣の人。主元将に仕えて名建国の後進となった。養父の長徳マサリも主元将に仕えて彼の勢力拡大に貢献した。王教祖の母子名元の姓は王であるが長徳マサリの養子となり、長教祖と名乗っていた。養父の長徳マサリは輸通会らとこに割拠していた。 1355年5月、蝶徳勝サは、輸通会らと共に、主元将に基準した。以後、蝶徳勝サは、主元将軍の戦力として、大いに働いた。1360年5月、採石での戦いで、蝶徳勝サが亡くなった。この朝鮮は幼く、養子の長教祖がその職を継いだ。1361年8月、安慶、公州。 州甲州を攻略した。南章を攻略した。1363年3月、安豊救援に参加し、上司、誠軍を破った。7月、陽子の戦いに参加し、六層のうちの一層に乗り、敵軍深く侵入して、陳とも両軍の士気を低下させた。経営口で副兵として、陳とも両軍と戦った。功績は、最も大きく、 国工行省賛成に抜擢された。1364年2月に武将を攻略した。4月、輸通会とともに、流野港を奪い、通州を攻めた。城島ことの陰板、主計、元水、陳賞等百4人を捕らえた。7月に、路州を攻略した。各地を攻略し、通州に至った後、帰還した。大都督府戦時に進んだ。 1365年10月、ジョトールに従って、ジュン東を攻めた。1366年3月、ジュン東、雪西を攻略した。同地大都徳富士に進んだ。1367年10月、北伐に参加し、ジョ州を経由して、義州、西州を攻略した。12月、東ルを攻略し、元の平将、馬徳は城を捨てて敗走した。 勝ちに乗じて、四季の上森道、千古の元の利を派遣して、東へ進ませた。元の三世、陳平紀のほか、五万四人が降伏した。孔子の五十六代後の子孫で、広志成功、講のぞみ学を、極府の知見とした。数件の主母、毛を毛領等が軍門で出迎えていたので、長教祖はこれを喜んだ。当州の諸県はこの話を聞いて、 次々と降伏した。再年へ進み、首相の陳情はすぐに城を捨て、講子へ敗走した。災難を攻略した。1368年、都督権右立市となり、2月に、落安、梁を攻略した。4月に、河南、楽陽を攻略した。再年へ帰還し、これを守った。7月、助党ルの召集に応じ、東初で諸軍と合流した。 ジョトールに従い、特集へ向かった。ジョースグルハルと共に水軍を率いて川を進み、8月に元の首都、大東を攻略した。英兵を攻略した。1369年1月、ジョースグルハルに従い、精神して、大道へ至った。首相の武帝は城を捨て、元軍を破り、数多くの兵を討ち取り、捕虜にして、大道を攻略した。 朝徳勝ッの実施、朝鮮が成長したため、朝京祖は、先武衛式道地となり、聖を王に服した。大道と徳道地となり、大道を守った。1370年2月、武州、追日州を攻略し、元の地員、馬広、塔を捕らえた。兵を率いて、大道の北口にいたり、元軍に対象した。ここテムルの弟、 今後、土刀四百余用を捉えた。その後、新王、主、横木の補佐、及び三成行と徳府戦時を命じられた。1371年1月、進むトリコ前将軍、風友則と共に夏国討伐に参加した。4月、海州、文州を攻略し、勝ちに乗じて五里関へ至った。五里関の戦いの最中、馬を踊らせて攻めかかったが、 飛び石に当たって亡くなった。夏平定後、王教その子に賞が送られ、東昇校と追封された。ありがとうございます。